はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久しぶりのセルフカラーやっていきたいと思います。ちょっとヒロクが動画でね、オーブン使っててボワンボワン多分言ってると思うけど、そこはちょっとご了承いただいてもらってということで、セルフカラー自体はそんなに久しぶりではないんですよ。プライベートで動画を撮らずにやってて、なんか紫だったり黒っぽい色だったりとかね、自分で染めてるんですけれども、今日は久々に、まあ新居に引っ越してきたし、景気づけに一発やっとくかってことでね。汚さないでね。大丈夫、穴開けたんだからね。もう言わないって言ったじゃん。あの動画でヒロ君すごい優しいみたいなコメントたくさんあったんだよ。いや優しい。でもね、ヒロ君はこの動画撮り終わった後にねし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 いっぱい言ってくるからね、みんなそういう人なんだからよろしくね。ネタじゃん。ネタでもそう。じゃあ、お前髪を下げるみたいなこと言うわけ。ああそうです、髪の毛を染めます。まあ景気づけに1本やっとこうってことでね、前に美容室行ったのが7月の頭ぐらいで、もう1ヶ月以上経ってて、もう髪の毛がすごいねプリンでひどい状態なんですよ。ここら辺から下はすごい綺麗で紫に染まってるんだけど、なんかここら辺めっちゃ汚いくってね。そう、それで2週間後ぐらいに美容室行けるんだけど、ちょっとそれまで髪の色が汚いと気分も下がるし、お仕事の動画もあって汚い髪色のまんまでちょっといるのは私は嫌だなと思ったので、急遽染めます。今回染めるのはこれ、エンシェルズのモカブラウン。これね、昨日調べたら廃盤になってたの。びっくりしちゃった私。これ最近はこの色は全然使ってなくて、ショッキングパープルと、あとダークシルバーとアッシュパープルとか、そこら辺を混ぜて使ってたんだけど、これね、もう3、4年前ぐらいにめちゃめちゃ使ってて大好きなカラーだったの。こんな感じの色、チョコレートみたいなチョコレートカラーなんですけれども、なんかちょっと久しぶりにこういう色に染めたいなと思って、まあイメチェンってやつですよ、やっていきたいと思います。髪の毛を濡らしてきます。ただいま戻りまもす。このエンシェルズのカラーバターはね、髪を水で、ね、お湯とかなんかで濡らしてからやるといい。そうするとカラー剤の節約になるってことで。これ廃盤になったのになんで持ってんだって思うでしょ。なんかね、予備で買ってたんですよ。でこれが今ね、これ半分ぐらい残ってるやつと3分の1ぐらい残ってるやつと、あとね開けてないやつが1個だけ残ってました。4年前ぐらいかな。4年前ぐらいはもうこのモカブラウンが好きでずっとこれで染めてたから、なんかストックがあったんだろうね。てかもう早2年ぐらいかな、もっとか、2年か3年ぐらいかな。髪の毛全然切ってないんですよ。一時期このくらいめちゃめちゃ短く、肩に触るか触らないかぐらいのところまで切っていうの後悔したんですよ。なんか一時期髪の毛切りたい欲ってあるじゃん。で一回切ってめちゃめちゃ後悔して、1年ぐらいはエクステをずっとつけてたんだけど、エクステも高いし、私はね1ヶ月半ぐらいしたら付け替えてたんですよ。それさ高いのよ。だいたいね1回ね60本ぐらいつけてたのかな。すごい切りっぱなしボブみたいなの髪の毛だったから、結構量つけないと馴染まなくって、60本とか60、70ぐらいだっけな。だから毎月1万円ちょっとぐらいエクステ代だけでね、そっからカラーとかあったから、それはちょっとまた別途かかったんだけど、そう高かったからそっからずっと伸ばして、まあチリチリになったりとかしたら竹内さんに切ってもらってたんだけど、やっとここまで伸ばした。今ねいっぱい下5センチぐらい。さあ染めていきたいと思います。いつもはショッキングパープルとダークシルバーとか混ぜてるんだけど、今日はモカブラウンオンリーで、廃盤おめでとうなのかな、廃盤さようなら悲しいね会でモカブラウンだけしか使いません。さあ染めます。すごいガンダムみたい。新しいお家にいるんですけど、汚さないで頑張ります。今日のところは何、今日のところはこれからもずっとだよ。あでもなんかどうしよう、あんま色変わんないかもしれない。ちょっと本当にやめてね、フローリングにピンとか行くのマジでやめてね。じゃあ見守ってて。見守ってるけどさ、うん、俺ね、いやでもよくよく考えたら、これで君が2回やらかしたら俺はもう責められることは一緒ないだろ。でもさ、そうやってなんかチネ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 言うのは一番なんか嫌われるタイプの男なんだよ。なんか久しぶりに茶色に染めるから変な感じする。紫じゃないんだ。そう、今日は紫じゃないの。本当は紫に染めたいけど、なんとなくモカブラウンにしようか
かなっていう。記念に。記念に。でもなんで廃盤になるんだろうね。売れないからじゃない。売れないからなのかな。売れないから作ってても、コストがね。カエルなんて言ってみんな普通のヘアカラーで染めちゃうんですよ。ああ、でもそれ。わざわざこうカラーバターで染めない。カラーバターで染めるのはやっぱり普通のヘアカラーにないような色にするわけですから。好きなんだけどな。でもなんかサイトにこれ廃盤だっていうインスタのストーリー上げたら、なんか3色混ぜればこの色になりますよみたいなあのメッセージが来て、え、何それと思って調べたら、なんか赤と黄色と茶色みたいななんか混ぜたらこの色になるのね。だからそのさ3色分をまた買わなきゃいけないっていう、この色が欲しいやつは3色買えよみたいな、そういうことなんだろうね。ね、だったら作ってくれよ。この3色でできるんだね、って思っちゃうけど、でもまあポストにかかるうん、だからその今発売されてるその3つのやつを混ぜた方が売り上げがあるってことなんで、あんま変わんねえな多分この色、紫がなくなるだけかもしれない。2月に入籍して、そんで結婚式やりたいねっていう話をしてるんだけど、あの全然ね予定がなくって、コロちゃんも全然収まらないし、いつしようかねっていう話してて、まあ来月にちょっとゼクシーカウンターみたいな行こうかなって思ってるんだけど、今髪の毛伸ばしてるのが、その結婚式の時に髪の毛をいろんなアレンジしたくって今伸ばしてるのね。で、終わったら切りたいなって思ってて、インスタか TikTok で、このお色直しの時に髪の毛を切って登場してる新婦さんがいて、なんかそれいいなって思って、やりたいな。白いドレスを着てる時ってさ、なんか、アップヘアがいいじゃん。まあ下ろしてるのもありだと思うけど、私アップヘアがいいなと思って、アップヘアだとさ変化わからなそうじゃない、あの切っても。でもやりたいな、めっちゃショートに切りたい。あ、でもな、絶対ショートに切ったらそれはそれで後悔するんだよな。でもヒロ君ボブの方が好きなんだっけ、髪短い方が好きなんだよね。うん、じゃあ付き合いたてが一番可愛かったってことを言うわ。ヒロ君の好みだったってこと覚えてない。でも髪の毛って大事じゃない。でもヒロ君が坊主になった姿を見てみたいんだよね。やってみる。やってみるか。いいんじゃない、結婚式終わったら。でも結婚式終わったらって言ってもヒロ君すぐ伸びるから。うん、今坊主にしても結婚式にはなんかマッシュルームになってそう。全然余裕でしょ。全然余裕だよね。3ヶ月ぐらいで元に戻ったよ。うん、1個前のお家の最後のライブ配信の時にちょっと言ったんだけど、あれその時に言ったんだっけ、忘れちゃったけど、結婚式の1週間前か1週間後とかにあのファンの方をお招きしてなんか結婚披露宴みたいなやつしたいんだよねっていうのをあの私のビジョンがありまして、それをやるってなったらやっぱりそのコロナが収まってからじゃないとリアルイベントはできないなっていうのがあって、ちょっとそれも見送ってる最中でございます。ちょっとさ、濡れてるか確認してくれない？濡れてる。完璧？完璧。うん。カンタカンタカンタ。うん。オッケー、これで巻いて1時間ぐらい待とうかな。やば、チョコレート食べ過ぎちゃったみたいな。食いしん坊くんじゃん。あれ見た？チャーリーとチョコレート工場の一番最初に飲み込まれちゃうデブの子。チャーリーとチョコレート工場見よう。オッケー、待ちまーす。はい、ということで染めました。次の日です。こんな感じになりました。いかがでしょう。なんかねちょっと紫残ってますね。黒だからあんま分かんない。ちょっと白着てきます。みんな大好きしんちゃん、こんな感じです。まあ頭皮の方は頭皮というか伸びた部分リタッチしてないので、まあ黒は黒なんですけど、まあいい感じに染まったんじゃないでしょうか。まあ、私的にはまあ割といい点数な気がします。染め的にはちょっとここら辺ね、私いつも紫染めてて紫がちょっと残ってて強い部分があるんですけども、上の方はよく染まってるしいいかなって思った。久々にしてはいいんじゃないでしょうか。まあやっぱりここら辺はね美容室行ってリタッチしていただかないとダメですね。まあ久しぶりにこういう赤ちゃんの日向ゆいも見れたんじゃないでしょうか。まああと2週間とか3週間、まあ1ヶ月以内に美容室とかその あのある方とコラボするので髪の毛にまあ大チェンジするのかなって思うんですけれども、まあそれではそれで楽しみにしててください。はい、ということであの全然違う話1個していいですか。あのよくねこのしんちゃんの T シャツどこで買ったんですかって聞かれるんですけども、ここのブランドで買ってこれ去年買ったんですよ。だから今ショップに行ってもあるかどうかわからないんですけども、まあそこで買いましたよっていうお話でした。ということで今日の動画以上となります。久しぶりの髪の毛染めれて本当に満足でございました。まあ、TikTok で先に髪の毛染めたみたいな、にゃんにゃん猫にゃんにゃん猫猫みたいなあげたから、それ見た方はちょっとわかるかなと思うんですけれども、以上です。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。